けコッティ。あったあった。イエイコッティです。はい、こんにちは。本日は一体何をするのかと言いました。なんだったっけ。あんたたちから今日もね、エピソードトークを募集させていただきまして、そちらを今日も読み上げていこうと思います。本日は親に内緒にしてることです。あんたたち、親に内緒にしてることは一体なんだい。この私に教えてごらんなさい。エクステ取りましたはい、ということで、あのね、うち昨日さ、本当に急になんだけど、うち昨日ね、家で、大変大変、ガリ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 やってたんですよ、編集を。そしたら、ある有名なダンサーさんから、今日ガチレスをみたいな連絡が来て、急遽、TWICE のももちゃんのお姉さんと、プロダンサーさんのね、エリナッチさんと、急遽、お会いさせていただきまして、一緒にね、ダンスなんかさせていただいたんですよ。嬉しいでございます。でね、それでね、昨日は何が悪かったって、雨のせい、昨日すっごい大雨だったじゃないですか、わからないと思う。でね、大雨の中、傘をね、こう差してたわけなんですけど、前髪がね、お風呂上がりですかっていうぐらいびしょびしょになっちゃって、傘の差し方本当に下手くそすぎて、なんかこのチーズ大丈夫かな、匂い嗅いでみて。でもさ、チーズってもともと腐ってるからいいよね、別に。いただきます。普通発酵食品って感じ。それでね、集合していろいろダンスをね、一緒に踊らさせていただいて、もうさ、みんなさ、プロじゃん。 TWICE のももちゃんのお姉ちゃんだよ、プロじゃん。で、エリナッチだよ、プロじゃん。私を呼んでいただいたダンサーさんは Ado のショーとか夜遊びのアイドルとかの振り付けを考えたダンサーさんなの。プロじゃん、みんな。その中に入ったの、うちびしょ濡れ小僧が、あ、ごめんなさい遅れましたとか。コテコちゃん、大人でしょ。はい、そんなことが昨日はありました。ということで、あんたたちのエピソード読んでいきます。あ、これめっちゃ多かった。彼氏がいることね。これってさ、親に言えないのかな。うち結構さ、ママとかなんか おばあちゃんとかに言ってて、うちの家は母子家庭で女しかいないのね。性の話とかわかんないじゃん、男がいないからね。うちの家庭は男がいない分、結構ね、早めの段階からそういう性事情とか結構教えられてて、初めて大人の男性の性器を見たのが小学5、6年生ぐらいの時に初めて拝見したんだけど、何で拝見したかって言ったらね、おばあちゃんの彼氏やばいよね。まあ、その時ね、もううちが3歳ぐらいの時におじいちゃんは亡くなってて、ずっとおばあちゃんは独り身だったわけ。で、うちが小学生ぐらいの時とかになんか彼氏が いて、うちはね、それを初めて小学5年生とかで見て、うわーすごいとかでなんかツン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 みたいな。そこから彼氏ができたりとかしたら、なんか結構じゃあすぐ言ってた。なんでなんか彼氏いることを隠してる子はさ、なんで言えないのか、なんか恥ずかしいのかな。なんか別にそれってさ、恥ずかしがる必要なくない。だってさ、親もさ、恋愛して付き合ったりさしてさ、性行為してあんたが生まれたわけだよ。恥ずかしがることなくね。小4から小6までいじめられてたこと、なんかやっぱいじめられてることってなんか親に言いづらいとか、親に言ってもなんか信じてもらえないとかあるかもしれないけど、絶対言った方がいいんです。なぜならば、うちの親はね、結構歯向かっていくタイプの人間だったんだけど、結構うちもね、いじめられたことというか仲間外れにされたことは正直あるのね。やっぱ人数が多いとさ、会う子会わない子って絶対出てくると思うし、グループ内とかでもなんかそれで仲間外れにされて、クラスって一人ぼっちなんだけど、うちってなんか一匹狼かっけーみたいな感じの時があったの。うちもね、その時にうちは結構さ、いろんな文房具とか可愛い文房具とか結構持ってるタイプの小学生で、なんかそれを結構羨ましがるタイプの子とかがいて、あいつなんかいろいろ持ってね、うざくね、いじめようぜみたいな、なんかそういうさ、ムーブになったみたい で、その時にうちは何をしたかって言ったら、お母さんに言ったの。そしてお母さんが担任の先生とかに言うわけじゃんか。そっから言ってくる子たちとかをこう収集して、この子になんでそんなこと言ったのみたいなを言って、え、ごめんなさいみたいな。でその子たちはその先生の前ではなってるみたいな感じなんだけど、でもそれってさ、逆効果だったりする場合もあるじゃん。それを言ったことによってさらにいじめられることもあると思うんだけど、そういう時はね、自分を強く持ちなさい。宇宙だって可愛いものに囲まれてるんだもん。あんたは可愛いものに囲まれてなくて、かわいそうだね。そういうムーブになったらいいと思うんだけどね、うちは。けど親には言った方がいいと思うよ。なんかそれを恥ずかしいとか思う必要もないし、いじめられてるってことは自分がそのいじめてる人より勝ってるってことだよ。うちよりあなたは劣ってるから私のことをいじめるってことですよね。私がもしあなたより劣ってたとしたら、多分気にしないと思うんだけどな。だって自分より下の人間ってさ、別になんか眼中に入らなくない？眼中に入ってさ、いじめよういじめようってしてる行為ってすごく滑稽だと思うのよね、うち。やだやだ、気にしなくていいと思います。あれ、やばい、充電がない。
夜の仕事をしてる。あーこれね、うちのバレたことあるの。なんでバレんだろうね。特にその情報網が張り巡らされてるんですかって思うくらい、うちの情報仕入れるのが早いのね、うちの親って。こちらはその当時夜の仕事してた時も本当に、まあ、週1回入るか入らないかぐらいしか入ってなかったのに、それをね聞きつけてうちに言ってきたの。なんて言ってきたっけ。そんな怒ったりはしてなかったけど、そういうところで働くのってやめた方がいいよみたいなのを、なんかまあ結構直接的だね今思ったら、なんか言ってきて、えってなって、うちはなんか結構鎖長って感じで、夜の仕事をしてるってやっぱさ、親からしたらさ、やっぱ嫌なのかね。やっぱよくは思わないかな。なんか今となったらさ、結構なんかそういう情報とかってみんな知ってきてるじゃん。今のうちらのさ、親の年代からしたらさ、そう夜の世界とかって結構危ないみたいなイメージがあったりするじゃん。まあ今も危ないけど、まあ、よくは思われないよね、どの世代でも。実は写真食べてること。え、待って、このエピソードうちがさ、ラジオの配信をしてるって多分あの告知してると思うんだけど、ラジオの配信でシャーシン食べてる子を見てて美味しそうだなと思ってシャーシン食べる真似をしましたっていうエピソードがあったのね。ご本人登場。これこの子が本当にシャーシン食べてる子なんじゃない。すごい、こんなとこでつながるの。シャーシンは食べ物じゃないよ。キープメモに親の悪口書いたり呪い的なものをかけてみたりしてること、意外と効果あって続けてる。ねえ、ガチャ本当に、ね、呪いってあるんだね、この世の中に。で、どうやって呪いかけてんの、ちょっと気になるな。呪いのかけ方教えてもらっていいですか。ハッシュタグ呪いのかけ方でお願いします。投稿してください、よろしくお願いします。調べます。今月のカードの支払いが23万円だったこと、大丈夫うち89万円、お金持ちの家に生まれたかったと結構ガチめに思ってること。まあね、これはさ、やっぱあるよね。うちもさ、それはお金持ちに生まれてなんか良かったなとかは思うかもしれないけど、そのお金持ちの親だったらあんた生まれてないかもしれないんだよ。お金も大事だけど、育ててくれた親に感謝って感じは今はしてますね。大人になってからよく思いますね。特に昔はさ、なんか結構友達の方が大事って思ってたけど、結構今はなんか家族とかと一緒に過ごす時間を増やしたいなって結構思ってますね。あんなもいつかそういう時来るよ。 AV 出てること。確かにそれはちょっと言いづらいかもしれない。でもそれはお仕事としてやってるってことでしょ。だったら自分の仕事には誇り持ちな。今度教えて。見るわ。見た目超チャラい彼氏がいること。見た目だけ超チャラいってうちめっちゃいいと思うね。うちチャラい人が好きなの。チャラい人が好きってなんか見た目がね、中身がチャラいと本当に終わってんなって思うけど、見た目だけチャラい人が好きで、でもやっぱ見た目チャラい人って中身もチャラかったりするじゃん。でもね、あの今のうちのツキピは見た目チャラいけど中身あのチャラくないんですよね。なんか最初付き合った時は本当にホストかと思うぐらいめっちゃチャラくて、金髪ロングみたいな感じで、大丈夫ですかあなたはって感じで、もう超派手な二人組で歩いてたんだけど、今結構おとなしくはなってきはりましたけど、やっぱ見た目チャラい人うちも好き。やっぱダサいよりいいじゃん。いいと思うよ、見た目チャラい人が好きで。タトゥー4つ入ってる。あーでもこれね、タトゥー反対派の親よね。まあでも そっちの方が多いんじゃない。せっかく産んだ綺麗な体に文字を刻むなんてことはやめなさいみたいなことをさ、やっぱうちも言われてて、でもさ入れたくって、足首に Wi-Fi のマークを入れたくて、なんだか知らないけど、足首に Wi-Fi のマークをマッキーでね毎日書いてたの。そしたらね、それを発見されて親に、あんたタトゥー入れてんじゃないだろうねってブチ切れられて、はぁ、これマッキーだし。入れちゃったんだったら仕方ないよね。いいと思うよ、別に言わなくても。彼氏の職業が AV 男優なこと。あんたはそれでいいの？あんたがいいならいいんじゃない？親の車をぶつけたこと。嘘ついてごまかしてしまった。あ、うちもあるよ。うちもね、赤の車をね、親が昔乗ってて、それをね、ぶつけてこすっちゃったのね。だから赤のマニキュア塗ったことある。意外とバレなかった。次は黒い車に乗ってんの。だから次またぶつけたらマッキーで塗ろうと思ってます。BL モザイクとかなんもないやつがめっちゃ好きで、親がいない時調べてドゥフドゥフ言ってること。結構このコメントも多くて、 BL が好きなことみたいな。 BL って何？裏垢やってる。まあ親には SNS 言わないですよね。うちもなんか親に SNS 全部教えてないです。そもそも強制ちゃんっていうこと自体教えてなくて、バレてきちゃったんですよね。周りからどん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 バレてきちゃって、あんた強制ちゃんって親に言われた時にキクリンチョ。そっからはなんかこういう活動してるっていうのは知ってるけど、見せてはないですね。私の YouTube とか SNS、 TikTok とかも全部見ないでって言ってるから、見てないと思います。きっとね。どうしよう、ママもさ、うちに内緒にしてることがあったらさ、娘の YouTube を見ていることとか、それをね、ぶつけてこすっちゃったんだね。だから赤のマニキュア塗ったことある。怖い。はい、ということで今日も動画を見てくれてあがつん。次の動画も見てね。高評価、チャンネル登録、コメントも、まあ、チャンネルコメントもお願いします。サブチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。ラジオも絶賛リリースのラジオも聞いてね。 TikTok の切り抜きもじゃんじゃんしてね。親に内緒にしてることだってそれあるよな。気にすんな。じゃらばー。お母さんの飼ってたペットを食べました。1 2 3 4